新しい企画できたか？え？だから企画だよ。何ぼーっとしてんだよ。うちみたいな弱小映像会社はとにかく新しいものいっぱい作っていかないとなんだよ。わかるだろう？はあ、若いんだから足を使え、足を。新しい情報、流行りなんかは置いてるか？いえ。最近は使われていない家なんかで肝試し的なことをするのが流行ってるらしいぞ。現地のこの家、ここなんか奇妙な家らしい。え、まさか自分が行くんですか？お前以外に誰が行くんだよ。カメラ忘れずに持って行けよ。いい映像撮れるまで帰ってくるんじゃねえぞ。
血の匂い、それを持ってこい。さっきの場所に？
自分に入ったんだ。もう誰かにやってもらえ。あなたの体はまだだけど。なんてものを持ってきてるの。頭を切ってほしいですって。そんなの持ってくるな。出てこい。
Thank you.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 
悲しに蘇る。まやかしの世界に誘う歌声。水に浮かぶ日の眩しさに思い出した最初の記憶。なんか気味悪い映像でしたね。あんまり大した映像じゃなかったな。これって誰が撮った映像なんですか？誰なんだろうな。会社に送られてきたんだよ。もしかして最近仕事休んでるあいつじゃないですか？ああ、そうかもな。あいつ成果出せって言ったのに。会社に送るんじゃなくて直接持ってこいってな。でも最後のってあいつって家の映像を撮りに行ってから会社来てませんよね。いやいや何言ってんだよ。あんなの誰かが編集したか何かに決まってるだろ。フェイクだよフェイク。
やめろよね、そういうの。そうですよね。すみません、早く出社してほしいですね。では、ちょっとトイレに。おう、次の企画考えるから早く戻ってこいよ。